口をついて出ただけ、本当はどうでもよかった。先を越されるのがなんとなく尺だった。三つ編みの子は語る、どっかで聞いたようなこと、運命の人だった、どうしても愛されたかった。ふざけんな、そんなことくらいで私の先を越そうだなんて、欲しいものが手に入らないなんて、奪われたことすらないくせに、話したら楽になったって三つ編みの子は消えてった。